二塁が永見パシックリーグ、三塁が渡田セントラルリーグ、そしてレフト線には山崎パシックリーグ、ライト線が田中。93山陽オールスターゲーム第1戦です。パシックリーグ先発ピッチャーは日本ハムの西崎。ピッチャーの頭の上セカンド辻、明秀一塁の清原へ。ゲームの第1戦です。非常に2人に囲まれてプレーをする非常に夢のようですという話でしたが、今日サードは日本ハムの同じ見事なピッチングを披露しました。果たしてその再現が何かどうかですが、でしょ、やっぱりねこれだけの打者揃ってヒット出ないってなかなか難しいですから、まあ、打者の方に申し訳ない。今年40歳になります落合。帰ってフルカウント、ラストボール、サードゴロ、片岡ダッシュ一塁へランニングスロー、落合を抑えました。西もうご存知のように今シーズン前半戦でサヨナラホームランが実に5本で、初めての出場ジャックハウエル。特でもうこのハウエルを応援します。それからそうですね、センターに乗っていた、ガーッと伸びていった、秋山バックバックジャンプして取った、秋山ラッピング、どうしても外せませんよね。そうですね、やっぱりこういうプレーがありますとね、ピッチャー投げやすいでしょうね。投げやすいでしょうねってのは本当に実感。バッターボックスが広沢、おーですよ、隙がありません、さあそしてよしたオールスターゲームでもそういった子供たちのためにもいいプレーをというランナースタート。2エンド1、ちょっとそのあたりの、気持ちの上のですね、ハリティヌが少し、さあ2エンド1、やっぱり三振なんかで切って取るとスカーッとするんですよ。サードゴロ高いバウンド、セカンド辻から一塁。